皆様ご苦労様です、長山秀樹と申します。昨年 の、 尖閣沖 の、 体当たり船長はですね、あれをその、菅直人政権がこの釈放、まあ、この那覇事件ですけど実質的には菅直人が釈放したんですね。でご丁寧にも1月になってその不起訴処分までした。そこで、この山際澄夫さんたちがこの申し立てをして、その那覇検察審査会がこの審査をやってですね、やはりあれは起訴相当であると言いましたところ、なおも那覇地検は不起訴と言ったわけです。もちろん言わせているのは、菅直人政権であります。これほど国民が怒っているのに、その国民感情よりも信濃の政治利益を優先させているという、この現実をですね、我々直視なければならないと思います。これなぜかというと属国主義なんですね。これ否定しようのない事実であります。そこで再びこの審査会はですね、この審議をしましたところ、やはり起訴すべきだと、そのような議決を19日に下し、でいよいよあの船長をこの強制起訴することになったわけですけれども、その議決書をですね読みますとですね、この那覇地検がこの犯人を釈放するためにいかなる理由をこしらえていたか、それが書かれているんです。例えばあの船長は計画性がなかったっつうんです。あの体当たり追い詰められて逃げたくてついついぶつかっちゃったと、そういうことを地検は言っているんですが、しかし我々はあのビデオではっきり見ているんですよね。あれは明らかなる計画的な攻撃じゃないでしょうか。それであれにもかかわらず地検はこのような裁定を下したというのは、菅直人政権が捜査したになります。もう一つですね、この犯人は釈放された後尖閣沖に現れてない、これは二度とあの海域には近づきませんとあの船長は誓約し、その誓約を遵守している証であるということを検察は主張しております。しかしご存知の方いらっしゃると思います、船長は今軟禁状態なんです。政府が海に行くなと言ってるんです。外出るな、日本人と会うなと言われて家の中に閉じこもってる。だから海域に海には出られないだけなんですね。それを分かっていながら菅直人政権、いやこの地検はそのような主張をしているわけなんです。これを見てですね、もう完全に菅直人政権は信濃の奴隷のようなもんであると確信したわけなんです。しかし今回このような、この、裁定が起訴相当と出たことはですね、この議決書にも書いてありますが、これは起訴相当とするのは実は国民の正義の感情の反映であるとはっきり書いております。中国との、友好関係、これ増進することは期待するけど、しかしこの事件だけは見逃すことはできないとはっきり書いてるんです。これが国民感情の正義の感情の反映であると言ってるわけですね。でしかしこの、この議決書はですね、この起訴してもですね、起訴状が、まあ、2ヶ月以内に向こうに届かないとこれ公判できないんですね。この信濃政府はまずそれを受け取りません、渡しません。それから民主党政権も信濃、に対して、ちゃんとこの送達することに協力しろと圧力かけることもこれできません。できないけどそれはそれで僕はいいと思います。この一切犯人を引き出そうとしない信濃の姿を国民に見せればいいですね。それからそうしろと圧力をかけることのできない菅直人政権の実態を国民にもっと見てもらえばいいわけですね。我々はですね、この議決にある国民の正義の感情と体現しているのが我々でありますから、中共と我が国の領土領海を犯そうとする中共と、その傀儡となっている民主党政権菅直人、この打倒の声をですね再び上げて、昨年我々は全国で上げました。そのためにどれほど中国共産党を狼狽したことか、反日デモというですね、あんな危険な仕掛けまでやって対抗してしようとしたわけですね。あの反日デモ、昨年の一年の反日デモを引き起こしたら実は我々だってことを忘れちゃならないですね。我々にはパワーあります。ですから今日も大阪の皆さん目覚めましょうと、そういった声を自信を持って上げていこうではありませんか。評判定価ですけども、最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。